こんにちは。今回は長編み3目の玉編みで作る模様編みを紹介します。間は中長編みを編みました。伸縮性のある編み地です。裏はこのような模様になります。そしてこちらが表側になります。玉編みが表を向いて並んでいます。編み方を編み図で説明します。今回は作り目を11目編みます。1模様が鎖編み2目が必要ですが、端は1つだけしか編みませんので、11目の作り目で玉編みを6個作ります。1段目は玉編みを編みます。長編み3目の玉編みを編みます。立ち上がりの鎖編み。2目を編んで、この2目を未完成な長編みとします。同じところにあと2回未完成な長編みを編み、長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を入れて、作り目も1目開けた2個目のところに長編み3目の玉編みを編み、鎖編み1目を入れて、2個目の鎖編みに玉編みを編みます。これを繰り返して、最後は長編み3目の玉編みで終わります。そして次の段は中長編みを編みます。鎖編み2目で立ち上がり、中長編みは1段目の鎖編み1目のところに中長編みを編み、鎖編み1目を編んで、1段目の鎖編み1目のところに中長編みを編みます。そして最後は、鎖編み1目のところに中長編みを編み、次に最初の玉編みの頭に中長編みを編みます。この模様を繰り返します。3段目は1段目と同じ編み方ですが、中長編みのところから玉編みを編み、鎖編み1目を入れて、次の鎖編み1目のところに玉編みです。そして4段目は2段目と同じ編み方で、この編み方を繰り返します。今回は玉編みをふんわりと少し大きめにしたかったので、7号のかぎ針ではなく、7.5 号のかぎ針で並太ゲートを編みます。鎖編みを11目作ります。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。作り目の鎖編みを11目編みました。次は長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編みを編みますので、立ち上がりは鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、3個目の鎖編みのところに裏山を拾って、未完成な長編みを2回編みます。針に糸をかけて鎖編みの3個目の裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、長編みの未完成な形を作ります。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。最初に編んだ立ち上がりの鎖編み2目と未完成な長編み2目で、未完成な長編み3目とし、これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みを作ります。鎖編み1目を編んで、作り目の鎖編みも1目を開けた2個目のところに、未完成な長編みを3目編みます。同じところに未完成な長編みを3目編みます。これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みができました。鎖編み1目を編んで、次も鎖編みの2個目のところに未完成な長編みを3目編みます。すべて引き抜いて長編み3目の玉編みにします。鎖編み1目を編んで、次の2個目のところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を入れて、2個目の鎖編みに長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を編んで、これで5個の玉編みができました。最後のところです。最後も鎖編みの2個目のところに玉編みを編みます。玉編みはここまでですから、これで1段目ができました。両端が玉編みになりますので、作り目が奇数の11目になります。次の2段目は17編みですから、鎖編み2目を編んで、編み地を裏返します。次に17編みを編むのは、玉編みを編んだその前に、鎖編み1目を編んでいますから、この鎖編み1目のところに17編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて、17編みを編みました。ここも鎖編み1目を入れて、次の玉編みと玉編みの間の鎖編み1目のところに17編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけてすべての糸を一度に引き抜いて、17編みを編みます。この編み方を続けます。鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに17編みを編み、鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに17編みです。鎖編み1目を編んで、次の鎖編み1目のところに17編みです。そして最後は、ここは鎖編み2目で立ち上げましたが、最後は玉編みの頭に17編みを編みます。玉編みの頭はここです。ここが玉編みの頭になります。立ち上がりの鎖編み2目を編んだその上のところです。この2本の糸を拾って、ここに17編みを編みます。この17編みの間には鎖編みは入れずに、すぐもう1目の17編みを編んで、これで2段目が終わります。3段目は1段目と同じ玉編みを6個編みます。立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返し、次に編むのは17編みと17編みの間のところに未完成な長編みを2目編みます。鎖編み2目が未完成な長編み1目としますから、ここは17編みと17編みの間のところに未完成な長編みを2目編みます。これを一度に引き抜いて、長編み3目の玉編みにします。鎖編み1目を編んで、次は中長編みと中長編みの間に鎖編み一目を編んだ。この鎖編みのところに長編み三目の玉編みを編みます。鎖編み一目を入れて、次の鎖編み一目のところに長編み三目の玉編みです。鎖編み一目を編んで、次の鎖編み一目のところに長編み三目の玉編みを編みます。鎖編み一目を入れて、次の鎖編み一目のところにも長編み三目の玉編みです。これで5個の玉編みができました。鎖編み一目を入れて、次は最後の玉編みです。最後の玉編みは、立ち上がりの鎖編み二目を編んで、一段目の鎖編み一目のところに中長編みを編みました。この間のところに長編み三目の玉編みを編みます。これで3段目ができました。次の4段目は2段目と同じですから、鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次は中長編みを編みます。前段の玉編みと玉編みの鎖編みのところに中長編みを編み、鎖編み一目を入れて、玉編みの間の鎖編み一目のところに中長編み、鎖編み一目を入れて、鎖編み一目のところに中長編み、鎖編み一目を入れて、中長編みを編んでいきます。そしてここは最後のところです。ここは中長編みを編んで、鎖編み一目は入れずに、すぐに中長編みを玉編みの頭のところです。鎖編み二目のその上が玉編みの頭のところですから、ここに中長編みを編んで、これで4段目が終わります。次の5段目は3段目と同じ玉編みです。鎖編み2目を編んで、中長編みと中長編みの間のところです。最初だけが中長編みと中長編みの間のところに未完成な長編みを2目編んで、これを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みにします。鎖編み一目を編んで、次の鎖編み一目のところに長編み三目の玉編みです。鎖編み一目を入れて玉編みを編み、鎖編み一目を入れて玉編みを編みます。鎖編み一目を入れながら、前段の鎖編み一目のところに長編み三目の玉編みを編みます。鎖編み一目を入れて、最後は立ち上がりの鎖編み二目と中長編みの間のところに、ここに玉編みを編みます。これで5段目までができました。この編み方を繰り返します。次は中長編みを編んでいきます。玉編みはほつれやすいので、仮に留めるときも鎖編みを一目編んでおくとほつれません。中長編みのところが少し間が入る玉編みの模様編みができました。長編み3目の玉編みと中長編みを1段ごとに変えて編む模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。